練習するつか、さ、仕事で俺1にしてみようか。動物。で、釣りに行くかどうか。ここね。暇を持て余してる。釣り行かねえわ。はい。1日目が終わって、ちょっとでかかったんでね、声がね。完成しきらなかったんだけど、優先的に、寝床と、焚き火だけ作ってもらって、で、俺にね、料理をしてもらいました。で、食べ物はなんとかなったね。うん。シチュー。キノコ拾ってきてシューにしてくれたのかな。で、牛たちもちゃんと中で寝てるね。いいね、いいね。確かベッドをさ、もう選べねえか。ベッドを、ベッド誰が使うかも決められるようになったんだよね、リムハルドメン。そういう感じで個室もね、作っていきたいね。で今回個室とか家はね、上に作ろうかな、地上にまた作ろうかなと思ってるんだけど、まあ、地下に作った方が楽なんだけどね。生活上ね。なんだけど、今回ね、ちょっとやりたいことまで、ここにね、大きなね、音質を作って、で、音質をね、うまく稼働させながら、楽のやっていきたい。で、もちろん、今回、鍛冶屋もいるから、で、近接なんでね、生ぬるい、ないの、あ、生ぬるい難易度ではないはずだから、近接でちゃんと戦えるような武器防具も作っていきたい。イノシシがいる。イノシシね、飼いたいんだよね、俺。でも反撃確率が高いからな。俺多分勝てないんだよね。今。あら、ちょっとね、まだまだイノシシは人員揃って武器防具ね、できてからね。あ、祈りをさ、捧げたくなってきてるかもしれないね。もしかしたら。そこら辺も充実させようか。まずね。バックギャモンもさ、一個必要で。で、ここら辺も、昔はさ、移動させるの下手くそだったんだけど、このゲーム。移動させるのね、上手になったらしいから、まずポンとこれに置いちゃって、で、二人ともね、多分仏教徒のはずだから、仏教徒で始めているはず。しかも、ほぼ無神論者のね、仏教徒で始めてるから、この二つ作っただけで、だいぶいいんじゃないかな。機嫌はね、この初期のやつがなかったら、ちょっと、そうだね。野外で寝た。快適。少し腹が減った。居心地悪いメトロはひどい夢。お前、そんな勝手にひどい夢見やがって。ああ、いいじゃん。すげえわがままだな、俺。で、この家もね、まだ完成してなかったからだけどね。これ屋根と扉ができれば家になり、で、ここは寝室になるんじゃないかな。で、寝室寝たことによって機嫌良くなるでしょ。うん、あ、ちょっと見てみよう。ベッドさ、ベッドの所有権をさ、決められる噂を。あー、やっぱり。うん。選べんのいいよね。ここは俺の部屋とかさ、鍛冶師のさ、部屋の横に鍛冶場作ったりさ、そういうことができるってことでしょ。いやー、これは夢が広がってきますよね。あ、で、俺が暇してる。あ、なんだ、間違えて、すいません。あ、間違えてねえわ。で、ここに、あとが閉じられてなかったら選べないんだ。確かなんか、狐とかはさ、柵越えてくるんじゃなかったっけ。まあ、犬がいりゃさ、狐ごときな。大したことねえと思うけど。で、何を入れるか決められるんだよね。うん。馬もいるんだね。いいね。
お、よしよしよし、よしよしよし、牛尾ちゃん、お、お前お前、違う違う違う、ここ、ここ、もうほんとどこに行ってんのこいつってぐらい変なとこにいるから。頼むぜ。あ、ライズがやってくれる。やってくれるんだ。お前たち。そしたら、木材とか枝はまあまああるね。まあまああるけど、ちょっと足りないめだから、そこら辺の指示を出しつつ、ここだけ切ってもらおうか。ここにあるのだけね。目の前のだけ切ってもらおうか。で、ここ。で、建築が終わってるから、初歩的な研究台もさ、ここでいいかな。とりあえずね、新しい、で、広い部屋作ったしさ、新しい部屋ができるまでは、ここ。4人寝る分ぐらいのスペースを確保しとこうか。で、暇だったら、ライズには、賢さ1とかだけど、研究してもらう。で、そうか、研究しちゃおうか。まずは、針でしょ？針。で、テラフォーミングもやりたいけど、45必要なんだ。まずは農業かな？農業を開発して、俺忙しくなるな。で、養蜂を、養蜂もやりたいしさ、いろいろやりたいね。で、まずは、衣服か、防衛。木製武器とかね、最初は持っているから、俺の防具を作りたいよね、まず。生き残る必要があるから、酪農するにも生き残んなくちゃいけないから、防具に衣服か。で、次衣服目指そうか。ね。基本20個あればね、でも全部作れたと。あ、そんなことないか。30、じゃあ30を目安で研究してもらおうか。暇があったら、ちょっと待って、研究をしてほしいな。研究1でしょ？ 3 だよ。3。あ、備蓄場、どこ？あ、入れてくれたの、あのネズミ。ね。そうか、腐っちゃった。どこにあったかわかんなくてさ。これやってるから見づらかったんだな。で、どう？上から見下ろす感じにしとこうか。ああ、何これ、すごい。細かくさ、ね、設定されてんだね。あ、水中だと3倍の速度で腐る。そうか、じゃあ今度はそのネズミをゲットしてくれたらさ、やつらが。ちゃんと、川灰で料理しとこうね。で、安全な柵ができたんで、狩りに行ってもらおうか、やつらには。やべ、狩り優先だね。あの、運搬してたじゃん、さっきまで。それやめてまで狩りに行くよ。落として。え、ここら辺で釣れないのかな、俺。うなぎパイとか作りましょうよ。やった？まだやった？よし。で、これを、はい。許可して、ついにさ、これ持ってかせようぜ。で、料理しよう、すぐ。ネズミの皮とかもさ、手に入って洋服も作れるでしょ。重要ですよ、それ。あ、じゃあ農業やんないと。あ、そうか、もう動物出られないから。そうか、そうか。今まで外の草食えたのが食えなくなってんだね。
ああ、わかった。大麦使っちゃった。動物にさ、大麦使って作ってくれたんだね。大麦がね、重要だからね。ほんとキャベツ持ってくるんだけど、俺大麦持ってきたんだよね。すげえ、犬がさ、片っ端から運んでくれる。おぉ、建築、俺も建築してるぜ。建築スキルないのに。失敗し続けている。あ、ここさ、これさ、釣れそうじゃない？俺に散らせてみようや、これ。やったぜ。魚。何の経験値上がるんだろう。これによるよね。動物だと思うんだよね。あ、動物が上がってる気するから、やっぱり動物だ。やったぜ。これ何やってんの？俺は研究しなくていいんだよ。これやめ、あ、やめたわ。祈って。え、なんで資源不足なんだろう。釣り失敗してたのかな？ああ、釣りをいっぱいやったら釣りしに行った。あ、できるとことできないとこあるね、やっぱりね。釣れるか。俺動物の扱いまあまあうまいだろう。釣れたの持っててくれたのかな今、クラウディアが。そう、犬とね、名前つけました。お肌、目肌でね。はい、4日目朝向かいます。お、キツネがいるね。恐ろしいですね。腹減ってんのかな。キツネとかもね、いつか仲間にしたいと思うけどね。うおー、なんだなんだ。キツネと戦っている？負けてんのか、お前たち。キツネに追われてんじゃん。追い返してんのかな。小動物いないからね。キツネごときでは食えんだろうな、牛は。粘土で、できている。種入れがもうそろ完成するかな。あるでしょ。商人が来たね。商人来てもまあまあね。たった一人のね、あれだけどね。うなぎ16。交渉はね、得意じゃないんでね。あ、俺少しだけ会話できるんだっけ。会話5ある。変わらんわ。俺が交渉するか。今回何言ってくれるかな。で、今回から金貨をさ、ね、金貨に交換できるようになったのが嬉しいよね。種欲しいな。種をさ、扱わねずにの皮を売り
種を。あ、面取りが買える。面取り8円で買えるね。面取りも欲しいね。面取りを買うともう、途端に足りなくなるけど、まずカエルのね、いらない。魚料理売るか。お、魚料理で買えますね。うなぎを料理すりゃいいだけだろ。よしよし、これは儲かるね。じゃあ、うなぎ、魚料理を売って、キャベツの種と、ビートの種はまあいいかな、まだ。と、面取りをね、買います。あ、大麦も買いたいね。でも、大麦高っ。すっごい高いね。基本価格1.3だって。あ、でもそんなだね。じゃ、これ適用。はい。いや、いいもん買ったね。面取りはこの中に入れて、保れよ。あ、面取りさ、どこに行った？いるいるいる、面取りいる。あ、面取り自分から入りに来たぞ。この中に。いや、いかね。違う。よし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 。いや、やっぱりね、狙われるね。狐はここをすり抜けられるって噂だからさ、ちょっと心配だね。いやー、やられちゃった。狐が。くっそー、狐がじゃなくて、鶏飼うんだったら、鶏小屋が必要だったか。そうかそうか、牛と一緒じゃダメだったね。考えが甘かったな。そう。いや、買ったばっかりのニワトリが、面取りだったのに、肉になっちまった。